やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。なんか最近その崩壊したレール原神以外で君たちやってるゲームないの？ニッケも途中でやめちゃったんだよな。スマホゲーがダメなのかな。お前らアークナイツマジ好きだね。スマホゲーさ、いや俺ニッケ多分2週間ぐらいやったんだよ。1日たった1日抜けただけでそっからモチベーションが続かなくなっちゃった。なんでなんだろう。スタンドオフ2。聞いたことないよ。怪しい中華ゲー。やばいでしょ。スイッチ見てるぜでこういうゲームやってる人いるんだ。CSGO なのこれ。あ、そうなんだ。スマホ版 CSGO やね。俺ね、配信外でディアブラ4やってます。やったっつってもまだ3、4時間だよ。ハードコアってさ、一回死んだら終わりないでしょ。やばいよね。みんな配信者ハードコアやん。で、俺さ、今日、なんだっけ誰だっけシュラウド見たら、ハードコアで65レベルとか言ってんの。今71レベルだよ。ディアブラ面白いよ。ディアブラ面白い。俺、ハックスラゲーそもそも好きだし、なんかアイテムを掘るゲームって俺好きだから、ゾンビゲーとかさ、そもそもなんか、剣士とかやってんのもさ、なんか、いいアイテムを拾うのがおもろいからやってんだよね。あのゲーム、いいアイテムを拾うが一生連鎖するから面白いよ。多分、ディアブロ3とかよりも分かりやすくなってると思う。俺、ディアブロ系列で4が初めてだったけど、めっちゃ分かりやすい。ロリやってるやつならなおさら。まあ、問題といえば、最近のゲームって、高い高いよ。さ、ディアブロもさ、1万4000円ぐらいしたし、なんか、最近みんなストリートファイターやってるじゃん。ストリートファイター8000円するでしょ。世の中すごいよね。ディアブロ高いよ。いや、何個か、なんかレアリティみたいなのがあるんだけど、一番高いの1万4000円した。一番安くても1万円ぐらいじゃないかな。ストリートファイターとかさ、結構、流れが来ると思うの。格ゲーの。でもどうしても若年層がやるゲームには思えないんだよね。だってソフト8000円でしょ。アケコンとか買う人はもっとかかって、節約する人でコントローラーでしょ。ゲーム始めようっつってさ、ソフトと周辺機器だけでさ、確定で1万3000円ぐらいかかるのね。でもなんかね、ストリートファイターマジでほぼやったことないわけよ。なんかやったことない人が見ても今おもろいんだよね、ストリートファイター。すげえ工夫を感じるわ。まあ、いろんな人の配信者のストリートファイター見てるよ。わかんない。どうなんだろう。アケコンとかさ、コントローラーどれぐらいの比率なの？今作はコントローラー結構いる。へー、そうなんだ。俺、ガキンチョの頃も格ゲーやってなかったからな。格ゲーやってきゃよかったな。横スクロールのさ、わかるかな、あれな、なんてで調べたら出てくるんだろう。俺、あれずっとやったんだよね、ゲーセン行くと。メタルスラック知ってる？メタルスラック知ってる？俺、メタルスラック愛してたんだよね。マジで愛してたの、俺。ヘビーマシンガンのやつ。うわ、懐かしい、マジで。すごい！すごすぎる！これ知らない？本当に知らない？でね、これワンプレイさ100円ぐらいして2期ぐらいもらえたんだけど、うちの近くの駄菓子屋、なんか本当に死にかけのばあちゃんがやってて、その価格帯とか多分知らなかったと思うの。ワンプレイさ10円でできたんだよ。なんか本当小学生とか中学生とかと雑談するのが楽しみみたいなばあちゃんがやっててさ、その駄菓子屋あれなんだよね、最終的に消費期限切れてるものを売ってるっていう PTA のチクリが入ってなくなっちゃった。ばあちゃん全く商品取り替えないから、なんか売ってるものの半分が消費期限切れてるらしいの。それでなくなった。いいやんね、別に気にしねえって。ガキンチョ小学生いくら食っても消費期限なんて気にしねえよ。安いのが正義なんだから。
それで友達とさ、お金持ち寄ってさ、母さんの財布からお金抜いてみんなで集まってたわ。ごめん母さん。でもさ、わかるんだってね。俺高校生になってから言われたよ。ゆうやさ、よくさ、私の財布からさ、1000円抜いてたでしょって。あ、やっぱ親ってわかんだと思って。お前らもバレてるよ。親の財布からお金抜いてたの。抜いたことないの？すごくない？え、マジで？え、いやいや、結構希少種だと思うよ。あ、じゃあ、だからお前らあれじゃない？普通にさ、ちゃんとお小遣いもらったんじゃない？だって俺、あれだったよ。小学6年生の時にお小遣い、500円ぐらいあったからな。お前ら何ももらってたの？うち、なんか親戚みたいなのも少ないから、お年玉とかも少なかったし、なんかみんなよりお金を持ってなかったね。小学生の時全く。小学生の時前1500円もらえたらもう猛者でしょ。一人っ子500円で、お風呂掃除1回すると10円。だから、お風呂掃除めんどくさいんだよ。あの、今ピコいるんだけど、その1個前がキキっていう犬がいてさ、トイプードル。水遊びが好きだったのよ。だから風呂のさ、中にさ、キキ入れて、これで水ビャーってやると、風呂の中で暴れるんだよね。で、そうするとさ、そいつがモップ代わりになってさ、風呂掃除になるんだわ。だからいつも、こうやってキキを風呂の中にポンって入れて、お湯かけて、わーってやってんので、ね、掃除になってて。いや、喜んでんだよ。いや、出たい出たいじゃないからね。喜んでんだよ。すごいやんちゃな子だったんだよ、キキも。うちのキキ、16まで生きたから。うん、長生き。自分長生きした。猫は飼ったことないからわかんない。え、猫っていい、あの、毛抜けるでしょ。猫飼ってるやつのさ、夏黒の T シャツとか見るとすげえ猫毛ついてるもんな、あいつら。それって配信者のこと言ってる？シャカキン TV のこと言ってる？シャカキン TV 大体猫毛ついてるから、あの人。何匹飼ってんの、あの人。猫。4ぐらい ?3 ぐらい。あ、犬もいるの。あ、そうなんだ。ワンちゃんね。ちょっとデカめの犬飼ってみたいけどね。ケンキは、えな声がいたから愛せないから、別に多分犬も好きじゃない。猫も好きじゃない。いや、でも、いや、違ったな！いや、違う、そこは違うわ。えな子が散歩とかしねえから俺が言ってるって言ってたな。ボドカの男の犬可愛いよね。あの、モフモフの白いやつでしょ？こんなん飼ってんのよ。かわいい、マジかわいいな。マジでかわいいな。最高やん、こんなもん。アム。いやすげえ。犬ってこういうとこいいよな。これ、こういうのがあるから犬好き。かわいい。ピコもまだ、ピコ俺呼んできたことねえもん。ね、いつのツイート持ってきたのこれ。結果覚えてないね。これどうしたっけ？ひなたさん。あー、えらいな、うちない。オッケー。頑張れ。おかわり。おかわりしなさい。おかわりは頑張って。ピコおかわり。いや、ね、おかわり。なんでいいしてんの。なんでいいすんの。なごの人間めんどくせえなって感じでかわいいでしょ。全部こんな。ちょっとしつこくお手とかしたらやーってやんなよ。なんか家に常駐してくれる女の子とかがいたら犬とか飼おうかな。俺一人で犬とか飼い出したらもう多分普通に世話できないから俺。その場合女や彼女や養ってあげるの。まあ家にいるわけだからね。
うち、なんか、女の子住めるような広さしてねえんだよな。完全一人暮らしって感じだから。配信してたら俺の声なんてこの家に全部響いてるからね。俺の声でけえからさ。彼女と住むってなったらもっとでけえ家借りねえと。ガチノイローゼになると思う。うちの家賃で、ここじゃなかったら多分あと1、2部屋多いんだけど、俺のこの声のせいでこの部屋になってんだよね。もううち防音室とかないじゃん。それってこの部屋、このマンションのこの部屋がすごい防音性が高いんだよ。うちワンフロアなの。エレベーター開いたらもうそこの階全部うちなんだけど。救急車とか通っても音ほぼ聞こえないんだよ。そんぐらい防音すごいの。の代わりに部屋数と収納が少ない。それ俺の爆音のせいだね。でも俺最近親父と話したんだけど、親父が家に来てさ、やっぱうちの親父の方が5倍声がでけえや。本当に。俺の5倍うるさいよ。しかもなんか最近、テレビ出たらしくて、親父が。ずっと自慢してた。なんか、1ヶ月ぐらい前の、サッカー選手日本代表の牧野いるじゃん。あの人がやってるなんかその、ロケ番組かなんかで、親父が取材されたかなんかで、3分ぐらい映ってたんだけど、それもう、すげえ自慢してた。もうすぐ父の日だな。あ、そうなの？母の日にあれあげたわ、母さんに。PS5。一日の、うちの母さんのスケジュール聞いたら、朝起きてくんのが12時ぐらいで、12時から4時ぐらいまで FF やって、で、飯食うのが5時ぐらいで早くて、で、そっから5時から0時まで FF やって、ね、そのノートパソコンだから、ノートパソコンを寝室に持ってって、3時までやってねんだって。すごくない？配信者なれるよね。俺よりゲームしてんもん。デスクトップパソコン買ってあげようかって言うけど、なんかデスクトップはちょっと抵抗があるらしいんだよね。なんかノートパソコンのせいで救われてるとか言ってるけど、そんなことねえと思うけどな。FF ってそんなにやることあんの？だってあの人 FF 始めて何年だ？ 3、4年やってるぞ。やろうと思えば無限にできる。そうなんだ。うちはまあそういうゲームとかはすげえ理解がある方かな。ロールとかも私がやった方がうめんじゃねえのっつってたもんな。俺の配信見ながら。バカ言うんじゃないよって。バカ言うんじゃないよ。